はいどうも、つるちゃんでございます。えー、前回はですね、処、え、方、ー、実尊についてやりましたので、今日はその続きの自由の菩薩というところから、えー、やっていきたいと思います。自由の菩薩とは、十字ユルスポン第十五で、釈尊が滅後のアクセの愚痛を託すために呼び出した無数の菩薩を言います。大地を破って湧き出たので、 自由の菩薩と言いますそれまでシャバ世界の地の下に地の下の枯空にいたとされますがそのことは根源の真理の世界に従していたことを意味します自由の菩薩の数は無数であり一人一人が六万号華者などの眷属 仲間を率いていたとされ解かれています。それゆえ、六万号華子の菩薩と呼ばれることがあります。号華とはインドのガンジス川のことで、その砂の数を一号華子と言います。六万号華子とはその六万倍です。自由の菩薩は、クオンの昔から常に釈尊に供気され、成仏のために、 の根源の方をすでに所持しており、釈尊と同じ仏としての境外を内に保ちながら、菩薩の姿で悪瀬末ポに妙法を公然で布していく使命を帯びているのです。自由の菩薩は、上行菩薩、薩無辺行菩薩、薩上行菩薩、薩安流行菩薩という四人の同志、主情を導くリーダーに。 引き入られています上行ぼたつらは如来人力本第21において仏の滅後に真実の大法を広めることを誓うとともにその誓願に応じ釈尊から滅後の愚通を付属されます。付属とは未来に法を愚通することを託すことです。これらは教門に説かれている通りですが。 重大な問題が残されているのですそれは法華経が真実なら事実の上で自由の菩薩が出現するのは仏の滅後のいつなのか広める大法とは何かという問題です。大聖人は国への説法の内容全体から自由の菩薩が出現する時は滅後の中でも悪戦末法であり 広める大法とは南妙法蓮華経であると明かされています。法華経の付属の通り、末法の初めに出現して南妙法蓮華経を万人に説き、不釈神妙で愚痴された方こそ、日蓮大聖人ご自身であります。その意義から大聖人ご自身こそ、自由の菩薩、中津づ上行菩薩にあたります。 大聖人と同じ精神で、高専流布に励む人が自由の菩薩であり、諸法実相相には、いかにも今度、信心をいたして、法華経の行者にして踊り、日蓮が一門となりと、なり通したまうべし、日蓮と同意ならば、自由の菩薩足らんか、自由の菩薩に定まりならば、苦恩。 釈尊久遠のデジタルこと、兄疑わんやと仰せです。日蓮大聖人の教えを受持して、信受して、大聖人のご精神の通おり、尺仏、仏教師、甲府の実践に励む私たち一人一人も、すべて自由の菩薩であり、末法のご本物、 日蓮大聖人の本物の弟子なのです。不協菩薩。仏の滅後の悪世に商法を愚痴する実践のあり方を示したのが、上不協菩薩本第20に説かれる不協菩薩の実践です。不協菩薩は、釈尊が過去世に修行していた時の姿の一つです。不協菩薩は、 24文字の法華経を説いて、自身を迫害する人々をも含めて、あらゆる人々を礼拝し続けました。24文字の法華経とは、法華経の寛容を表す教文が漢字で24文字であることから名付けられた,とも,名付けられたもので、内容は次のとおりであります。 我は深く、何だちを敬い、あえて凶慢せず、えはいかん。何だちは皆菩薩の道を行じて、まさに差別することをうべければなり。私は深くあなたたちを敬い、決して軽んじない。なぜかといえば、 あなたたちは皆菩薩の修行をすれば成仏することができるからである。ここには万人の生命には仏性が内在しているゆえにありとあらゆる人の生命を敬うという法華経の理想が端的に示されています。布教菩薩は24文字の法華経を解きながら満身の人々から 杖で、打とうと襲いかかられたり、石を投げられたりするなどの迫害にあっても、忍耐強く来廃業を貫き通し、その功徳で仏になったのです。悪世末法は争いの時代でもあります。争いの時代を変革するためには、一人一人が自他の仏性、 を信じ人を敬う行動を続ける以外にはありません。人を敬うという人間としての最高の振る舞いを解き、万人が同じ実践を貫くように教えられたのが仏教です。大聖人は人の振る舞いについて次のように仰せです。一代の肝人は、法華経、法華経の修行の肝人は不教本にて候なり、 不協菩薩の人を敬いしはいかなることぞ。教主・作尊の出世の本外は人の振る舞いにてそうらいけるぞ。あなかしこ、あなかしこ、賢き用人といい儚なきを築くという。自他の仏性を信じ、表していく不協菩薩の実践に象徴されるような人の振る舞いを体得していくことこそが。 仏法の目的であることが明確に示されているのですこの動画は以上で終わりますチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたしますでは次回の動画でお会いしましょう